いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちらのねきゅうり畑、はい、葉っぱが全部ねこうしおれてる状態ですね。はい、土もカラッカラということで、はい、早くね水をまいてあげないと、ね、枯れてしまいます。はい、ということでねまずしっかり散水していきましょう。はい、ね、いきます。はい、ね、ここにはちっちゃいキュウリがね2本植わさってます。はい、ここねちょうどねこれ、はい、枕木のねジョイントがあるんでね水が流れてきてしまってます。はい、あとねこれこちらねトマトも植わさってるんでねこちらもついでにやっていきます。はいね、よし。はい、ではね奥の方からやっていきましょうね。もうすごいすごいかわいそうね。はい、こちらもね結構しおれてますね。はい、なのでね毎日ね水まきはかなりの量やってますけども、はいね、今日は特になんかしおれ具合がすごいかなと。はい、なのでねもうひたひたもう完全にねこの土水がね染み込まなくなるぐらい。はい、これねちょっと間々に大根入れてますけどね、はい、これらはちょっとねやはりあまりいい生育にはならないとは思いますけども、はい、とにかく水はねがっぱり、はい、巻きましょう。これねもうすんごいことになってますからね。はい、もうこの間にね小松菜も植わさってますけどね、これらはもう食べれます。はいね、そのうち収穫しましょう。とにかくすごい量をねあげないときゅうりはねまずいね。ちょっとこの間々にもね、はい、20日大根ね、ちょっとね最近ラディッシュってねいうことを覚えましたけど、ちょっとねあまりいい生育ではないんですが、はい、とにかくねもうきゅうりこれ今どうなんでしょうかね。これ今水まいたらどれぐらいですぐね吸収していくのか分かりませんけども、はいね、これ今ね、こちら側がやっぱり日当たりますからね。はいね、こういう感じでねこう畝のこのねのり面、はい、こちらの場合はねこちらにしか胞子がないので奥がねちょっと散水ができないというねちょっとデメリットがあるんですが、まあ、こうね伸ばしながらあとね真ん中に大体やってあげればねこうねこう前後左右ね伸びていきますんでね。はい、もうすごいすごいしおれぐらいですよね。早いところもうということはねここまで来るともう水が完全にないっていう状況なんでしょうね、土にね。はい、でここの場合はねこれ3列方式ね、今これまだね葉っぱ全然ねしおれた感じですけどね、こうねちょっと竹があるというのはねこれホースで引っ張るときにね茎を傷めないと、はい、いうことでねまずこちら側もねこういう感じでまず巻きましょうね。奥までね引っ張っていくったら大変な話なんで、ね、なるべくこっち側はこっち側でね、はい、とにかく朝来たら水巻きだけはねしっかりやっていかないとねキュウリは死んでしまいますんでね。はい、よしね、という感じででねここまでね、このしおれ具合をね確認しておきましょうね。はい、よし行きましょう。はい、あとねこれクモの巣がねはいいる場合がありますね。クモの巣はねこうやって水まくとわかります。はい、ということでねはいこう水ねやっぱり巻いてあげましょう。はい、こうね水ただ撒くんじゃなくてねちょっと様子のおかしいねキュウリの茎があれば茎とかね、ね、あとね、小づるを、切っちゃって孫づるをね伸ばすね方がいいとかっていう風にね、ありますんでそれねどこの部分を切ったらいいのかなとかっていうのも見ながら、あと収穫ね、はい、ああこれね昨日取り忘れたなとかいうのもね、見ながら、はい、水まいていきます。ただね、
水まくんじゃなくて、まあね、仕事のこと考えてもいいですし、ね、とにかく大量の水をねしっかりかけてあげて、でここの場合ねブドウがいるんですけどね、ブドウの葉っぱはねちょっとね葉っぱというかこういうねこれこういうのはねちょっとねはいこちらに来させないようにちょっとねしてますね。かわいそうだけど、なるべくキュウリ優先で、はい、でこうね振り返ってここにもねトマトたちがいるんで、はい、で忘れちゃったんですけども、これねブドウ、ね、ブドウのところにもちょっとね水入れておきましょう。はいね、多分量としては少ないかもしれないですけどね、ちょっとね今回こうやってねブドウ棚を少しリニューアルしたんですが、はいね、ここからブドウの、ね、房がね降りてくるね、あとこれ見ての通りブドウねもう実がなってますけどもね、はい、うまいこといくかどうかということです。はい、でね、また今度ね戻りながらも水ね撒いていきます。これねとにかくホースね、ホースを、はい、足ね足首だとか裾とかねそこに絶対ホースは近づけない、近づけちゃうと汚れちゃいますからね、こうねこうね絶対に一方向、はいね、でこう戻るとここにね収めるだけということでね、どうでしょうね、もう簡単で、また一回戻ります。でね、この辺がやっぱりね、はい、水がねかかってないところ、まあ、ありますんで、じゃあそういう場合どうするかっていうことなんですが、土手のところにね、はい、土手のところにこうねやる場合はね、こうね道のところにね、まあ水ねダーッとあげてもいいんでしょうけれどもね、はい、ね、まあこれのことをいろいろ考えればね、列ごとにホースをね配置しなきゃいけないというねことになるんで、それもね無駄な話だとは思いますので、はい、ちょっとねこの辺のちょっとトマト今度もねやっておきます。でここね脇芽があれば取っておきましょう。はい、ということでね、今、あ、それですごい忘れてましたね。何を忘れてたかというと、ここにね、キュウリが実はいるんですよね。はい、これ。ね、ここに3本。で、これ真ん中がちょっとね、生育悪いんですけども。はい、ね、こんな感じで、ここにも一応ね、これなんでキュウリ置いたかというと、ね、ちょうどこれ柱になってる、ね、ワイヤーのこの部分に、こうね、まあ、せっかくなんでね、はい、よいしょ、ね、これもう雑草見たらねなるべく取るようにだけしましょう。はい、植えてみましたということなので、こうねでホースをね必ずまっすぐ、こう一回こっち来てからね戻るなら戻るで散水していくというねスタイルがいいです。これね足全然ついてないですよね。これを足削りながらもとにかく考えてね散水していくというところでね、はい、今ねこれちょっと2回戦してきてますけどね、まあ2回戦やる必要もないのかなと思いますけど、まあどうでしょう、これね葉っぱがね、はい、どれぐらいで元気になるのかね。よしでね、はい、でここの部分をね、はい、見えてますかね、ここの部分をこれをね、まあ、取っちゃうね。これを取っちゃう。取っちゃうといいらしいですね。ここのね、葉っぱ残して、ね、この実を残してということで、これをね、なるべく伸ばさないようにした方がいいらしいんでね。私はね、ちょっと取るようにしてますけどね。まあそこら辺は、大してね、気にするところではないですけどね。これもうこのしおれ具合。すごいですよね。なのでね、これだけはちょっとね、はい、でもう一回ね、せっかくなんでこっち行きましょう。あとここにもね、トマトが実はありまして、はい、ね、あとこれ雑草と、はい、イチゴね。でもう一度ね、ここね回りましょう。一回ね水吸い込んでね、まだまだね
吸える状況になっていきますんでね、流れるぐらいにね、あの水かける必要は全然ありませんので、はい、いいですね、よし、いい感じですね、よし、はい、でこうね見ててください、ホースね、絶対に体につかないようにだけして、そしてねこう戻っていくと、これをやることによって足はね汚れません、はい、でここにねしっかりかけましょう、はい、手のわけでねこう戻ってきまして、はいね、葉っぱの具合見てみましょうね、水今回これかけたことで少しかなんか蘇ってきたような感じもしないではないですけどね、奥はまだねあれなんですけどね、ちょっとね今比較しようはね、この10分間で急激にね水吸ってるとは思いますが、葉っぱがね元気になったかどうかはちょっとね、まあ、後でねサムネで比較したいと思いますけども、はい、はい、ということで2時間後のねはい状況です、はいね、葉っぱのしおれ具合ねだいぶ改善されましたね、ほぼねはい、パピッとしてます、はい、やっぱりねきゅうり水が大事ですね、よいしょ、はい、こんな感じです、なわけで以上、ご視聴ありがとうございました。